シダの新メコル、または、コルウとは、未だ展開しきらない渦巻き状のシダの新メを指す、マオリの言葉である。神聖、成長、力、平和の象徴であり、マオリのカービングやタトゥーのモチーフとして好まれる。これは、また、シダが展開していく形状をモチーフとした、骨彫刻のことを指す場合もある。骨彫刻のアクセサリーは、身につけると、皮膚の油分を吸って、色が変化する。 マオリの人々はこの現象を身につけた人の精神が彫刻に宿ったことの象徴であると考えた。したがって誰かにこれのペンダントを渡す場合には自分の精神の一部もまた譲り渡せるようにと事前にある程度の期間それを身につけておくという習慣がある。ニュージーランド航空のロゴマークこれはニュージーランド航空のロゴマークやニュージーランドの植物章を表すシンボルマークにも なっている。オーストリアの芸術家であったフリーデンス・ライヒ、フンデルト・バッサーは、これをモチーフとして、新たなニュージーランド国旗の候補である、コルフラグをデザインしている。同様にモチーフ化されたこれは、ゴードン・ウォルターズなど、他の芸術家の作品群にも見られる。ありがとうございます。